B-3 はアメリカ海軍の潜水艦、B 級潜水艦の2番艦。当初の艦名はタランチュラであった。タランチュラは1905年9月5日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した。1907年3月30日にジョージ・エス・ラドフォード夫人によって命名浸水し、1907年12月3日に 艦長税界ダニエルズ大尉の指揮下収益する。タランチュラは大西洋艦隊に配属された。タランチュラは第1および第2戦水奨艦隊とともに大西洋騎士沿いに作戦活動を行い、訓練および演習を行った後、1909年11月6日にチャールストン海軍交渉で予備役となる。1910年4月15日に再収益し、 大西洋水雷艦隊と共に活動。1911年5月9日にチャールストン海軍交渉で予備役水雷グループ入りする。1911年11月17日に B-3 と改名された。B-3 は1912年12月6日にバージニア州ノーフォークに牽引され、旧隊艦 A ジャックスに積み込まれ、フィリピンに運ばれる。 1913年4月30日に、ルソン島のカビテに到着し、5月12日に、エイジャックスの艦上から浸水、9月2日に、最終駅し、アジア艦隊水雷小艦隊、第4潜水分艦隊に配属され活動した。1921年7月25日、B-3 は、カビテで退役し、標的艦として、海没処分された。ありがとうございます。